口径口径は、柿屋法において、銃砲心のサイズを示す言葉である。現在では、柿で使用される、口径の語は、複数の意味で用いられる。銃における光景は、重心の内径、発射される弾丸の直径を示す。単位としては、ヨーロッパで使用されるメートル法と米国で用いられる、ヤードポンド法の二つが用いられている。このか。 重量単位が用いられることがある。重心長は3インチや77ミリメートルといった実測値がそのまま表記される。拳銃などにおいて N 口径とは銃口の内径が100分の N インチであることを意味し独立の単位として存在する。1インチは25.4ミリイコール2.54センチメートルであるので、例えば40口径は約10ミリである。また、 50口径は別名半インチ12.7ミ、mm、リメートルとなる。表記においては小数点を数字の前に書き記すことも多い。口径の後ろに固有の名前をつけて玉種が表される。例えば日本の警察用拳銃ニューナンブ M60 現在は S&WM37 だが同じの口径は38口径で弾薬は 38スペシャル弾が用いられている。まれに弾丸の直径ではなく薬莢の直径を表している場合がある。一般に38口径 9mm とされているが、薬莢の直径が0.38インチ 9.65mm であり、弾丸の直径が 9mm である。357マグナム弾0.357インチイコール 9mm 用の銃は、 38スペシャル弾を発射することが可能であるが、この場合は数値は異なっているが、実際に発射される弾丸のサイズは同じである。欧州においては、多摩市は後継、薬協調の表記が用いられている。単位はいずれもミリメートルである。例えば、9X19 ミ、mm、リメートルパラベラモ弾として知られる、拳銃弾は9ミリメートル19の名前でも知られている。また、 米国でとして開発された小銃弾は改良を重ねて欧州にわたり、現在は 5.56x45mm ナトウ弾として正式使用されている。法においては、銃と同様に、砲身内径、ボレダイアマター、すなわち発射される砲弾の直径を示す言葉として用いられる光景と、砲身の長さを示す単位の短縮形である光景の二つの 意味で用いられいる。方針の長さは、後継長という語で表すのが正式だが、一般的にこちらで呼ばれる。大砲の方針長を示す単位として、その方の後継が用いられている。すなわち方針長の実測値を、後継の値で割ったものを、後継長と称し、方針の長さを示す値として用いる。例えば70後継、長の 75mm 法とは、 口径が75ミリで、方針長が75ミリメートル70、口径イコール5250ミリメートル5.25メートルであることを表す。一般論では、同一口径の方でも口径長が、大きい方の方が方針内を砲弾が通過する、時間が長くなり、より長い間発射台を加速できる。そのため、その方の渦、弾の初速が上がり、 鉄鋼弾は貫通力が増し、流弾でも射距離を伸ばすことができる。しかし、砲は重く大きくなる。弾丸が鉛の玉弾,弾だった頃は、鉛の重さが決まればその弾の直径は常に同じとなることから、弾丸の重さによって光景を示す方法が広く用いられていた。この方法は弾丸の形が防水上に変化することで意味を失ってしまったが、 1950年代までのイギリスの大砲、三段銃、日本の日川銃の光景を示す方法として、現在も用いられている。第二次世界大戦終結頃までに、イギリスで設計された大砲は、同時期のドイツやフランスなどの欧州大陸諸国がメートル砲、フランスはミリメートル、ミリメートル、ドイツはセンチメートル、センチメートルによる、 内径調表記式を用いていたのとは、対照的に独自の表記法を使用していた。直接照準で使用される野砲や対戦車砲、戦車砲は伝統的に重量単位で光景が示されてきた。単位はポンドが用いられた。例えば、第一次世界大戦における主力野砲であった18ポンド野砲の光景約84ミリメートル、第二次大戦における 主力野戦法25ポンド野法の口径は、約87.6ミ、mm、リメートル。戦後第一世代の戦車であるセンチュリオンの手法は、センチュリオン MKI では17ポンド砲、約76.2ミ、mm、リメートルが搭載されており、イスラエルに輸出され中東戦争などで活躍した、センチュリオン MKE では20ポンド砲、約84ミリメートルに増強されている。逆に、 間接照準で運用される、榴弾砲や可能砲では、内傾調による表記法が用いられていたが、単位にはインチが使用されていた。例えば、第一次対戦機の榴弾砲では4.5インチ、野戦榴弾砲の口径は、約1 1 4ト、mm、ル、6インチ中榴弾砲の口径は、約1 5 2ト、mm、ル、8インチ中榴弾砲の口径は、mm、 約 203mm であった。第二次大戦期の主力可能砲であった5.5インチ砲の口径は約 140mm である。NATO への加盟の影響もあってか、現在ではメートル砲、ミリメートルを単位とする内傾長による表記に統一されている。例えば、イギリスで設計され戦後、第二世代戦車の標準的な戦車砲とな、ロイヤルオードナンス L7 の口径は、 105mm の表記が用いられている。日本のひなわ銃の光景も重量単位で示される。10問目の中筒で約 18mm、30問目の大筒で約 26mm の光景となる。正確に言えば、三段銃のサイズは番号と予備光景というのは間違いであるが、ほぼ同じ意味で用いられるのでここで説明する。すなわち、 三段銃の N 番とは、1、N ポンドの球形の鉛の直径であり、その玉弾,弾が適合する重心の内径を言う。英語では、ゲージ、ゲージという。数字が小さいほど大口径ということになる。競技用や狩猟用に広く、世界的に用いられる三段銃は12番口径で、その光景は、約 18.5mm 大型銃の狩猟に用いられる10番では、 約2 0ト、mm、ルとなる。その昔に水取り打ちで用いられたパンと銃、ボートのへさきに据え付けて用いる銃、一発で多数の量化が上がるは1番や2番といった大口径となっており、インチを超えるものはそのままない口径長で表されていた。例外的に米国で競技用に開発された410番は弾薬の直径をインチで表したもの。 すなわち0.410インチであることからこう呼ばれている。ちなみに、三段銃は複数の三段を収めた弾薬を発射する銃であるが、その三段にも流刑による規格がある。欧米では大別して、鳥打ち用、バードシャットと鹿打ち用、バックシャットに分けられ、各サイズを英数字で表している。鳥打ち用の場合、数字が大きくなると、 三段の直径が0.01インチずつ小さくなっていく。この規格はそのままジスに取り込まれているが、そのサイズはメートル方に丸められている。例えば BB は0.18インチで4.57ミ、mm、リメートルだが、ジスでは4.5ミ、mm、リメートルとなっている。なお、この BB は遊戯銃で用いられている BB 弾とはサイズが異なる。また、ジスでは数字には5を付けて1号。 二号のように故障するが欧米では特に何もつけずに表記される。七から一、二などの波数に号をつけると煩雑になるので、七半のような表記も行われる。鹿打ち用の場合も数字が大きくなると直径は小さくなるがその単位は一定しておらず、0.01から0.03インチが用いられる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。